行きましょう。今日頑張っていきましょう。行きましょう。あれ、なあ、まさか今何がありました、すみません今ね、こんな感じでね、今首がどうにかなりました今。はい、今日頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。おいちです、よろしくお願いします。さあ、そしてね、最近いいともに出演したこの方、出ちゃいました。さあどうぞ。今日はハロウィン、君もスーパーアイドルに変身だ、スーパーアイドル日向真琴です。よいしょー。現役ナースな地下鉄の妖精、メトロポリちゃん5です。よろしくお願いします。イエーイ。どうもどうも、キャピキャピ。さあ、それでは、はい、仲間をね、呼んでみたいと思います。はい、さあ、まずはこの方、中澤たけし。よいしょ。中澤さん、どうも、ハッピーハロウィン。会いたかったです、中澤さん。心に来るよ。やっと来てくれた。やっと来てくれた。どうしたのどうしたの、この二人。待ち合わせをしたかったの、私。あ、本当ですか。待ち合わせ場所だからね。待ち合わせをしたかったの。じゃあ、またぜひプライベート、ね、やだよプライベートやだよ。ハロウィンだけどね、お菓子はいらないけど彼女は欲しいぞっていうことで。やだ、プロポーズされました。プロポーズしたわ。やってこい女子高生って感じで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。女子高生応援バラエティですからね。あ、そうだったの。さあ、そして次はこの方、ゴダニユリー。ユリコー。はい、どうも。あ、ごめん。あれ、ユリコには誰も触れてくれない。そうやで。触れないやで。何、何、ど、まず一言。うん、そう。OK、モデル北海道でやってます。ユリコロニーコのゴダニユリー。イエーイ。どうも、どうも。今ちょっとデブ、ちょっとデブ。ちょっとどう、なんかね。ちょっとデブ。それはね、後でわかる。わかるの。楽しみ。楽しみですね。何が分かるのか、ちょっと楽しみ。嘘つけ、嘘つけ。嘘だよ。嘘だよ、そりゃ。さあ、続いて、インタレスティングたけし。イエーイ。みんたけさん、もうちょっとゆっくりはっきり喋れば大丈夫だよ。頑張って、頑張って。ぼくの、はい、ありがとうございます。さあ、そしてミステラー。邪魔だよ、インタケさん。はい、私ご紹介いただきましたマジシャンのミステラでございます。はい、今日は、ね、ハロウィンということで見てください、うん、この飾り付け、大一さんとミステラ2人で早く来てやりました。かわいい、かわいい、マジ、はい、ありがとうございます。マジ最高。ハロウィンパーティーね、今日はこんな感じで楽しくね、はい、行きたいと思いますよ。はいはいはい、はい、さあ、それでね、最近あのいいともにね、出演されたっていうことなんですけど、どうでしょうね。すいません、もう本当にね、もうレギュラー取っちゃうかな俺。本当にどうですか、反応は。反応は、いや、反応いいよ、すごくいい。とってもいい、もう、うん、ねえ、もうどんどん仕事増えそう、ね、どんどんカー君との仕事増えちゃうんじゃないの。お、楽しみです。2人現地入りちゃうんじゃないの。仕事来ました。仕事、仕事はね、いや、まだまだまだこれから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 、ぜひぜひ。ここでもね、ちょっとアピールしちゃった方がいいんじゃないかもね。あ、カー君とペアで仕事くださーい。さあ、そしてそしてね、最近あの中野区のね、観光大使に選ばれたメドコちゃんです。ありがとうございます。なんで、どういうことですか。なんで、あの触れてほしくないんで。え、触れてほしくない。めっちゃ気になるんですけど、なんで、なんで中野区の観光大使って。はい、中野区の観光大使、中野区をアピールするためにメドコちゃんこうやって頑張るっていう、コスプレ、不女子、サブカル的な立ち位置なんですけど、これ以上話したくないので。これ以上なんだろう。なんで、結構喋ったよ。結構アピールしますよ。まあまあまあ、俺はパラダイス銀河のなんとか大使だけどね。やだー、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 すごいぞ、頑張ろう。さあね、ビッグマン前触れか。さあ、最近ね、どんどん来てるメンバーとね、今日スタートするんですけど、今日はどんなメニューがありますか。はい、一番最初はですね、都市伝説、こっち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 、都市伝説調査隊ということで、心霊スポットのロケに行ってまいりました。かなり映ってます。お楽しみください。
かなりやばいのがもしかしたらついてるかもしれませんけど、ついてるはい、いや女性の霊が女性あ、ついてるもしかしたらついてるかもしれませんね。そしてそしてもっと前に出て話しなよ。久しぶりの、目指せ朝生文化人徹底討論で、今回はですね今話題の不老不死について不老不死について討論したい。楽しみですね。本当に今話題なのかどうかわからないです。確かにノーベル賞取りましたからね、血細胞と。そっかそっか、そうですね、はい、はいはい、楽しみです。そして、マジックがあるんですけれども、前回よりんこ一人でちょっとオープニングでやったんですけど、もうあんなもんじゃないです。おもっとすごい、はい、あのイリュージョンとかイリュージョンが見れるやっちゃうので、あんまりハードル上げないで、ハードル上げないで、楽しみです。腰掛けも絶対ないもん、絶対誰も腰掛けもないもん。確かにこの服怪しいよね。怪しいですね、この格好が。まあ、マジックでは使わないんですけどね、何か下に来ているということで、はい、楽しみです。ちなみに今書き込みの方で、はいはい、みちりとなるせはお休みですかって書いてあったんですけど、はい、はい、残念ながら やめたんですかこの番組。いや、やめてない、やめてないですよ。私もやめたい、はい、やめたい、ほらほらほら、今日ね2人と VTR でね、はい、出演いたしますんでね、はい、はいはい、楽しみに。それでは早速 CM 行ってみましょうか。はい、ラフ&ビーお前、ゴーヤ国庫の賄賂をもらったやろ。すごいね、ほらその金をもらって日本の国民を裏切ってどんな気持ち。このタヌキ野郎。でもこれすごいあの訴訟問題に起こりそうですけど、ね、いいよ、だって訴訟の覚悟の上で言ってるのあの野郎。何ですかこれ。はい、ということで心霊写真をイメージしてですね、目隠しをしてみました。これかけて分かったんですが前が全然見えません。はい、撮りましょう。見えないです。あの本番前に急に渡されて、はい、全然意味も分からなくて、ね、ということでね、映像を見てる人はね、あの心霊写真の目隠しだっていうことがお分かりいただけると思いますけどね。目隠し心霊写真特有のもんじゃないですか。そうですよね。手作りかって書いてありますけど、これ一つ395円するんですよ。もう細かいことはいいですね。やらに回してくださいよ。そうですよね、頑張ります。はい、はい、ということで始まりました今回のね、はい、都市伝説調査隊、はい、今回はですね心霊スポット行ってきましたね。でどこに行ったかというと、小市くん、はい、はい、今回はですね、山口敏太郎先生にね、うん、はい、あるスポットをね聞いて おすすめのスポットということでそこに行ってきました。なるほど、じゃあその VTR があるということですね、はい、では早速見てみましょうか。はい、はい、では VTR お願いいたします。関東で一番怖い心霊スポットに行きたいそうなんですけど、どこに小市さん行けばいいですか。あ、都内は吹上トンネルです。吹上トンネル。入り口のあたりが危ないらしい。吹上入り口が危ないですか。入り口がなんか一番霊感強いな感じ。まあ人によって旧吹上トンネルのかな。入り口の横かしになんか霊がいるみたいなこと。ということで、はい、吹上トンネル。いかない、いかない。決定で。決定です。都市伝説調査隊。
はい、今回はですね、こちら旧吹上トンネルにやってまいりました。私マジシャンのミステラです。そしてハッピーハロウィーン、チリチリミチリことミチリです。はい、みちりちゃん、今回よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回一番怖いというね、はい、吹上トンネル、山口敏太郎さんに聞いてやってまいりました。はい、はい、もうここの取材を始める前に早速ちょっと写真を何枚か撮ってみたんですが、はい、早速ちょっとみちりのおかしな写真が撮れてしまいましたね。そちらの方も後ほどね、はい、紹介したいと思います。ここがですね、一番怖いんでちょっと友達を今ね、はい、何か連れてきましたので仲間をお呼びしましょう。はい、こんな方たちです。どうぞ。はい。あ、こんばんは、木本かおるです。ホラー映画とかすごい大好きなので撮影楽しみにしてます。よろしくお願いします。こんばんは、同じくホラー大好きなあんまね夏です。よろしくお願いします。こんばんは、興味本位で来てしまったことをとっても後悔しています。役立たずですいませんが、よろしくお願いします。どうも、お笑い芸人ノーモーションのこてつです。怖いのでテンション上げております。頑張るぞ。どうも山口敏太郎、事務所所属のライターの穂積でございます。面白い映像が撮れそうなので、ついてきました。よろしくお願いします。はい、というわけで、この奥、じゃあ早速行ってみますか。行ってみましょうか。はい、ではレッツゴー。やだやだやだ。え、何、今誰、誰、今誰、今誰、いや何がですか、今声聞こえましたよね。女の人の声、いや聞こえなかった。いや、さっきと一緒の声、みーちゃんじゃない、え、こいつさんじゃないの、違います、女の声、これ撮ってんの、あ、これでフラッシュしてるってことね。私の後ろから聞こえた。いや、私こいつさんだと思った。違う。何言われるか、やだやだ、びっくりした。え、何、今誰、何言われるか、やだやだ、びっくりした。いや、何がですか、今声聞こえましたよね、女の人の声、いや、聞こえなかった。いや、さっきと一緒の声ですよね。みーちゃんじゃない、一緒の声ですよね。みーちゃんじゃない、さっきと一緒の声ですよね。みーちゃんじゃ、歌ってます。怖い。もう大田橋の沖縄タウンの話でも。写真がちょっと結構今写真を撮りながら歩いてるんですけれども、写真がすごいすごい真っ赤になってます。
ということで、吹上トンネル行ってきましたね。はい、来怖いですね。そうですね、もうなんか、なんかわからないけど、トンネルの向こうは4次元空間みたいな。そう、4次元空間みたいに出口があるんだけどないぐらい、もうずっと永遠に続いてるような雰囲気でね、なんかもう先が見えないっていうか。でその出口まで行ってみたんですけど、出口で撮った写真すごかったね。そうですね、もう真っ赤になっちゃって、ここで合成写真みたいになります。合成写真みたいな感じで、ここで撮った写真で全部心霊現象写真になってます。はい、とんでもないところでした、はい、非常にこのまま写真も後でお楽しみください。そうですね、このままいるとちょっと危ないんで、はい、早速もう出ましょう。はい、はい、ということで以上心霊スポットでした。ありがとうございました。はい、はい、ということで最後楽しい雰囲気になっちゃいましたけどね。でもまあこれぐらい楽しい音をかけないとちょっとね、現場に行ったものとしてはですね、寒気がもう身もけもよだつっていうのはまさにこのことですよね。いや、前が本当にすごいなと思うのは、前回も言いましたけど、はい、テレビ番組でね、地上波の番組見てても心霊スポット行ってもなかなか何も映らないじゃないですか。うん、はい、本当にこのうちのチームは売り込むべきですよ。そうです、我々を使えば絶対取れる、うん、取れるっていう、それがあって、実はうちらのメンバーの姫宮みちりちゃんが山口敏太郎先生の事務所に入ったとか、そうです、そういうこともありますね。そうなんですよ。あとはあのいろいろ映ってるんで、何もしないでも映ってるんで、変なドッキリとかすることでややこしいことが映ってる。そうね、あれはいらなかったな、邪魔だろうっていうね。でもね、あれぐらいやんないとほんと怖いですよ。トンネルの中で、あの温度が急に変わるんですよ。そう、急に寒くなるんですね。同じ場所なのに、はい、同じ場所ですから基本的には同じ温度ではずですよね。はい、で場所によって急激に温度が一気に変わったり、寒くなったり暖かくなったり、そうなんですよ。だそのあたりだ、多分寒くなった時に何かこう出たりとか、なんかそういうね、もう体で体感するしかないっていう、そんな世界でしたよね。最後みちりちゃんと一緒に写った写真とか、はい、怖かったですよね。怖いですね。あの後、みちりちゃん何かあって今日来れないんですか。いや、まあ、今回はですね、実家の方にちょっと、はい、お仕事の、ね、まさかあれではないんですか。あれではないですね、あれではないですね。なんか事故っちゃったのかなと思ってますよね。あんな写真撮った後に来られない、ね、そうですね、ちょっと怖いんですけど、まあ、何かこの後起きてもおかしくないですけど、で最後に今回のね、はい、みちりちゃんの最後の写真、はい、あれ二重になってたの、我々の画面だとちょっと見にくかったと思うんですけど、皆さん見えましたかね。あれは二重露出ですよね、いわゆる二重になってしまったと。二重露出ではないんですけどね。二重露出じゃないんですよ、はい、一切こう動かさずにというスタンスでやってましたので、はい、まあちょっと幽体、まあ、我々も専門家じゃないんでね、正確なことはわからないんですが、これですね、出ました、出ました。もう完全にもう幽体離脱状態というか、見えてますかね、この赤いやつですよね、はい、こうなってますね、はい、でこういう写真が撮れたのは、はい、これ1枚だけですので、このパターンでは他でも我々も何枚も撮ったんですけど、こういう形ではならなかったので、やっぱりみんなで行くんですけど、みちりちゃんの周りが毎回多いですよね、はい、多いんですよ。だからね、その日も あれはみちりちゃんが自分で脅かしてこけたのか、あれはね、我々ね、そうちょっと負傷しちゃいました、ね、負傷してしまいましたね。なんで怖がってんのにそんなドッキリみたいなことばっかやってるんですか。いや好きなんですよ。はい、そう、ああいうバチが当たってるんですよ、きっと。心霊スポットでふざけてるから映ってるんですよ、多分、ね、そうなのかしらね。ふざけてるからですかね。かまたね、ここ都内で、まあ、最強心霊スポットということで、はいはい、他のね、はい、都内以外の場所もこれからもちょっといろいろ調査したいなということで、はい、遠征するんですか。はい、もしねおすすめの場所があったら視聴者さんにも、視聴者さんにも、ぜひ教えていただいて、どんどん書き込んでいただいて、ね、なんだってってね、書き込みをいただいておりますけども、行きたいと思いますので、ぜひぜひ情報を、はい、ああいう心霊とかどうなんですか。英語は霊感がないんですよ、うん、ないと思ってるので、うん、そういうものを見たことないんですけど、うちおばあちゃん家が隣がお寺なので、お結構通り道らしくて、はい、通り道声とかは聞こえます。あ、声が聞こえる、普通に聞こえちゃ う名前呼ばれたりとか。名前呼ばれるの、普通に、あ、霊感あるんじゃないですか。あるんですかこれ。絶対もう あまりにも普通すぎて、ちょっともう板についちゃったのかもわかんないね。もう普通に聞こえてるから、でもどうなんですか、お寺の周りってやっぱり霊とか出るのかもしれないけど、まあ、神社とかもそうなんですけど、やっぱお寺ってことは逆に安全だったりするんですかね。そんなことはないのかな。今まででも健康にね、
こうやって、うん、10年生きてきてるわけですからね。健康でもないかも。健康でもない。健康でもない。でもなんか連携持ってそうなね雰囲気しますよね。そうなんですか。うん、なんかポワーンとしててなんかね。連携持ってそうな雰囲気って何ですか。そうしてそれなんかあんま嬉しくない。嬉しくない。こういう言葉じゃないしよく意味が分からない。心霊ドラマとかにね。ああ、ぜひ。それはできないなと。で今書き込める方にですね。はい、樹海へと。あ、うわ。富士の樹海へ行ってくれと。とりあえずこいつさん一人で樹海行ってもらいましょう。ね。帰ってこれない。帰ってこれない。次回うちらだけでやっとくからさ、とりあえず何やってさ、やっぱみちりちゃんは強力な戦力なんで樹海に遅れないですよ。遅れないですね。もうはっきり言ってね、あのちょっとあ、なんか書いてある、何これ、小林幸子の生放送見てますか。いや、これやってるのかな、これニコ生でね、小林幸子出てる。ニコ生に小林幸子出てるんですか。最近ニコ生すごい。みんな言っちゃうじゃないですか。いや、うちらの番組見てもらいながら書き込みいただいてますからね。はい、右の目で小林幸子、左の目で我々ラフ&ビート。小林幸子さんに勝てる自信ゼロですね。ないです。私もね、今日私もね今日和田アキ子みたいな格好してますけどね。はい、ジャニーズもいるしと、いろいろ偽物だけどな。偽物ですけどね。はい、ということでじゃあ樹海ちょっとね、はっきり言ってね、今回ロケの時ね、ちょっとぶっちゃけ今だから言いますけど道分からなくなっちゃったんでね。そうなんですか。そう、下手したら出てこれなくなっちゃうって、そんなとこだったんですよ。なんとね、そう、もう一箇所行ったんですよね、はい、八王子城跡、はい、ここが真っ暗でね、もう途中でもう道が分かんなくなっちゃって、そう、危なかったです、ね、どっちから来たんだっけってなっちゃうぐらいので、とりあえずあの靴投げてね、あ、こっちかなみたいな感じでね、なんとかね、なんとか道を見つけたんですけどね、じゃあこちら書き込みにも書いてありますので、じゃあ次は樹海行きましょう。樹海、はい、決定ですか。決定しましょう。まあ、まあ、さんたちが行くのには止めないですから、じゃあこの4人でね、4人じゃない、4人で決定で、真ん中2人で行ってください。あの他にもあのメトコちゃんと日野さんという強力な司会者がいますから、あの方たちにお願いして、はい、と思います。さあ今日ね、ちょっと画像悪くて、はい、見にくかったと思いますので、はい、今日放送終了後に、うん、あの YouTube に、うん、この、旧吹上トンネル編と、はい、八王子城跡、王子城跡ですね、はいはいはい、アップしますんで、はい、そちらでね見ていただければと思います。はい、わかりました。ということでじゃあぜひ中澤さんもね、はい、次回、いや絶対行かない、行かないですね、はい、小谷さんもぜひ、はい、絶対行かないですね、行かないですね、じゃあ男二人で死んでください。行きましょう。はい、ということで、これで締めましょう。はい、はい、中澤行けってかね。申し訳ない。中澤推しですね。はい、はい、ということで、以上都市伝説調査隊でした。はい、ラフ&ビート。不老不死は許されるのか許されないのか、うん、なるほどなるほどなるほど、 iPS 細胞がね、はいはい、ノーベル賞で今話題になっている、ああいった技術が進めば、例えばクローン人間を作ったりとか、不老不死みたいな技術も夢物語ではなくなってきている今、そういった技術が開発されたとして、それは許されるのかどうかということを僕は考えようと思いまして、はいはいはい、iPS 細胞って何ですか、調べてくれ。調べ、あ、とりあえずね、調べられないよ。とりあえずね、ハーバ、私ハーバード大学の教授だぞ。お、
じゃあ説明してください、 iPS 細胞。はい、先生お願いします。お願いします。そういうことは嘘だと言えば嘘になる。うん、じゃあ嘘じゃない嘘だと言えば嘘あれですよね、その新しいね iPS 細胞を使えば体のパーツをどんどん取り替えたりとかできちゃう。取り替えたりできる。つまり、間違ってたらごめんなさい。じゃあ私はちょっと説明しましょう。分かりやすく説明するために。こんな時のためのミステラー。そうですね。はい、iPS 細胞の技術というのは、自分の細胞から自分の骨とか臓器をまたクローンのように新しく作ってしまうという、そんな技術です。すげえ、すごいね。心臓病の人が新しい心臓を作っちゃう。作ってまた取り替えられたりとか、将来的にはですよ。本当ですか。怪我して骨折っちゃったらまた骨を作っちゃうとか、極端に言えばこんな技術のことですね。マジっすか。まだまだ先のことだと思うんですが、それすげえ。クリアなパーツでございます。どんどん発達してるんで、はいはいはい、iPS 細胞じゃないかもしれないけど、何らかの方法でクローフシが実現できる世の中も来るかもしれない。なるほど。今日は事前にですね、クローフシがあってほしい、クローフシになりたいという、こちら皇帝派チーム。こちら皇帝派チーム。クローフシなんて嫌だ、俺たち死にたいんだっていう3人。死にたい。今は困るけどね、分かれているんでね、普通に寿命を全うしてるから。お前、お前がクローフシをお前が止めてるんだろ。ドナルドさんでしょ。ドナルドさんでしょ。あ、インタケさんかと思ったら怖いドナルドさんだった。うわー。近いと物って見えないときあるよね。まあまあまあ、そらそら死にたくなるわさ。そらそら。君たちはそりゃ死にたいでしょうよ。そらそらそら。まあ死にたくないですけどね。僕たちは頑張って長生きしてね。そうそう、もっと頑張って、頑張っていきたいの。そう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 。見てください、こっち可愛い子がそろって。そう、可愛いチームだもん。私もいけてるわよ。ブースブースブース。ブースブースって言った方がブースだよ。ブースって言った方がブースだよ。おめえ、いっそのこと言ってたね。何なんだよ。まあということで、まず今日はクローフシが技術が開発されたとして、それが許されるか許されないか、はい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 、許される許されないっていうのはどういうことなんですかね。みんなやり、クローフシになりたいなりたくないみたいな、そういう感じなんですか。技術が開発されたとして、それを使っていいのかどうか。なるほど、なるほどね。例えば僕はクローフシ肯定派ですけど、クローフシになったら多少困る人の気持ちも分かるんですよ。それはどういうことですか。まあ単純に人が増えてしまうわけですね。そうだね。まあそうだよね、人口がね。高齢化社会で超大変ですから。そう、高齢化って今のね、目の上の韓国みたいな人たちも、今だったら何年か待てば死んでくれるであろう。自動的にね。それは確かに大変だ。だからずっともう上の人が居続けて。そうなんです。これはじゃあ芸能界にも言えるということは、そうだね。上のすごい人がジャニーズ事務所も突っかえちゃうもんな。突っかえちゃう、突っかえちゃうな。そうだよな。ヒロさん永遠に売れなくなっちゃう。そうだよ。ずっとジュニアになっちゃうね。いやいやいや。そういうことだよ。そうか。なに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 、ちょっとピコピコハンマーあります。ちゃんは病院で働いて、老人病棟で働いてるんですけど、もう老人ホームじゃなくてほぼ介護病棟なんですけど、もう2年3年ってずっと寝たきりで生き続けてる方がいっぱいいらっしゃるんですよ。そういう方とかって、なんだろう、この何を幸せに生きてるのかとか思っちゃうわけですよ。植物状態でお話もできない、ただ目を開けてるだけとかって、そういう風なんだったら、そういう風なんだったら体のパーツを取り替えて歩けるようにして。そうだよ、そうだよ、そういうことだよ。あ、来たじゃん。あ、来た、来た。そうだよ、そうだよ。いいんじゃない、そういうことだよ。増えてくんなよ、増えてくんなよ。そうだよ。でしょ、やっぱり。大変な乗り換え。何が楽しいんですか。楽しいよ。うちは可愛い子ちゃんチームは楽しいよ。楽しいよ。こっち校庭はね、こっち校庭はね、飯田さん2人ずっとやりましょうよ。やろうもやらないも関係ない。否定派ピンチって書き込み、ありがとうございます。たけし頑張れって書いてあった。頑張れ頑張れ。こっちはたけしいるけどね。じゃあちょっとね、ここで一回しっかり仕切り分けをして、こちら賛成派で肯定派で、じゃあちなみに中澤さんはまず意見、じゃあ順番にちょっとね聞いていきましょうか。順番僕からですか。まあ僕がクローフシがいいと思う一番の理由は、やっぱり死ぬのがめちゃくちゃ怖いんで。怖いね。こんな怖いことはないんで。じゃあなぜか死ぬの怖いのか。え、なぜか死ぬの怖いのか。いやだって何も考えられなくなっちゃうのとか怖くないですか。なるほどね。死ぬのが怖いのが
だから怖いから、まあ、それだけじゃないんですけど、うんうんうん、一番の理由はやっぱり死んじゃったら全部終わりじゃないですか。そうなんだよな。で僕は、うん、あの漫画もね、うん、あの最終回でね、うん、きっちり終わらせなくていいんです、うん、全部の漫画がこち亀みたいになればいいと思ってるんです、うん、なるほど。いつまで経っても終わんないな終わんない、いいんですね。最終回なんて来なくていいんですよ、面白いものは。そうかそうか、僕らの人生面白いから最終回いらないの、うんうんうん、なるほど、うん、もしでもそれ中澤さんが、うん、否定派から言うと、うん、中澤さんが、うん、もしやりたいこと全部やり終わっちゃったら、うん、考え方変わるんじゃないですか。今全然やりたいことやってないじゃないですかね、人間生きてれば。夢ってね、欲が深いからどんどん増えていくわけですよ。だから僕は永遠に生きてたら永遠に夢増え続けるだけですよ。増え続けて、生き続けて。違うの？違うの？どうした？うん、生き続けたという夢はですね、夢がかかったら、何？夢が叶ったらつまんなくなっちゃう。さっきさっきなんか単なるあの福和術師の人形みたい、福和術師みたいになっちゃってるからこれ。え、夢が叶ったらなんでつまんないんですか？楽しいから、うん、夢を、いや、まあ、そうだから、うん、その後は新しい夢を見つければ、うん、そうだね、それに、ね、そうそう、僕らね、やっぱ人間寿命限られてるじゃないですか、うん、で例えば、うん、プロ野球選手になりたい人って大抵なれないけど、うん、ね、それは数十年の人生じゃ無理なんですよ、うん、でも、うん、どんな野球下手くそなやつだって1億年ぐらい野球の練習してたら、うん、多分松井とかより上手くなると思うんですよ。そうだね、やっぱりそのね、うん、1億年頑張ればね、どんなやつだってプロになれますから、うん、でもさ、うん、努力が才能を超えることってないかもしれない。だったら短く太く生きた方がいいかもしれない、ね、あれあれあれ、なくなった。そうだよ、1億人みんな上手くなっちゃうよ。こんな才能なくたって1億年も頑張ってりゃね、まあまあまあそうだよ、1億人みんな上手くなっちゃうよ。恋愛だってそうだぞ、うん、僕らねずっと生きてたって誰も長澤まさみとか付き合えないわけだ、うん、多分こいつらは付き合えないでしょ、うん、でも、でもプロ棋士になって長澤まさみが1億年生きてたら、1億年も生きてたらそのうち価値観が変わってきて、なるほど、偽物に走る時期が途中来るんだよ、順番が回ってくる。楽しいなー。つまり、つまりね、君たちも好きな人いるでしょ、うん、今はどうせモテないでしょ、うん、でも君の好きになれば、うん、今君の好きな人と付き合えるの、うん、付き合える、付き合えるの、永遠に頑張ってればどっかで来る、付き合える、付き合える、あ、多分不老不死だから、うん、もう今の年でストップだ、そう、終わらない、終わらないの、今の年齢での状態で何千年も何万年もできると、あと iPS 細胞で若いパーツと取り替えたりしようよ、で、あ、できんの、いいの、できるかどうか、それでもできるの、いや、俺にはわからないけど、やったそう、だから日野さんも今はね、17歳って言ってるけど嘘じゃないですか、嘘本当の17歳にもなれるんですよ、なれるの、なれるの、やった、細胞新しくして、そう、細胞新しくして、そしたらね、ずっとそこで生きていきたいですよね、確かに生きていきたいな、なりたい、なりたいでしょ、なりたいでしょ、なりたいでしょ、若返るんだよ、若返るんだよ、ちょっと生きたくなっちゃう。仮にさ、あの、ヨボヨボのおじいさんとかじゃなかったらさ、ずっと生きていたいじゃん、生きてたいけどね、生きてたいね、まあでも、時間よりもね、やっぱり内容だと思うんですよね、本当、そう、みどこちゃんさっき言ったように、やっぱね、才能は超えられないですよ、練習、努力では、どんなに頑張っても頑張っても、あの、頑張ってとしてもある程度までしかいかないから、今持っているその才能で短く太く生きてドン生きたぞっていうも形ですよね。まあ、でも野球で例えばそうだけど、芸能界で言えばなんかそういう自分の時代が来るかもしれないじゃん、それだけ生きてれば、まあ、確かに一時的には来るかもわかんないですよね、まあ、確かに永遠の命いちゃったらどっかで飽きられるでしょうね、今流行ってる、飽きられますね、あー、まあそうだな、はいはい、はい、もし不老不死になって、もういいかな、もう満足だなってなった時はどうするんですか、いや、それ生きててくださいよ、それでも生きてる、やることも死ねないで、なくなっても生きてる、疲労不死っていうのは何があっても知らないってことですよ、あの、高橋留美子の漫画みたいなもんですよ、人魚の肉食べたら死にたくても死ねないんですよ、死ねない、病気は何なるんですか、病気また取り替えられますから、病気だったら取り替えて、そうかそうか、でも今のこの状態のままあと3000年とか行きたくないね、やっぱりね、そうっすか、嫌なことがずっとあっても嫌なことで3000年ですよね、そうですよ、まあまあまあ、あの、僕の大嫌いな、いつもずっと生きてるんだろうなと思って言うんですけど、一人やっぱすぐ死んじゃった方がいいな、いや、いや、そう、いやいやね、嫌なことがいっぱいあってもね、だって日野さんなんて人生8割嫌なことだから、8割この状態で、まあまあまあ、いっぱいある、いっぱいある、嫌なこといっぱいある、いや、ぶっちゃけとこの番組に出てる人って、いいことより嫌なことの方が多い人だよ、やっぱりでしょ、どうせ、そうだね、ね、でも
だよ、うん、いいことあるんだよ、たまに。そう、いつかはいいことあるんだよ。確かにヒロさんも笑っていいと思ってたけど、うん、これがマックスだったりして、うん、いや楽しいを見て育っちゃった。あ、そうなんか手塚より水木だと思いました。なるほどなるほどなるほど、いやでも3000年美味しいもの食べ続けられるわけだし、あ嬉しい。でも3000年貧乏だと、ね、3000年貧乏あ、このままずっと、いやこのままですよ。3000年なんかね、3000年救急ショップ。そうなの、それちょっと惨めだな。今がマックス。ジョジョみたいな、ずっと底辺の時から頑張ってきて、うん、今あんなに、うん、あと笑っていいとも見れなかったんですけど、フェイスブックに逐次載せてあったじゃないですか、写真。そしたらもうすごい素敵で、カー君の隣にカー君がいるわけだから、もうすごい素敵だったから、ずっと長いことを生きてて、今マックス、もう一回生きたらもう一回マックスが来るかもしれないと思って。でしょでしょ、まだ来るかもよ。まだ来る。結局巡り合わせなんですよ。じゃあカー君をクローンでいっぱい作っちゃおう。あ、そうか。そうなったら。そしたらいらなくなっちゃう。俺がいらなくなっちゃう。それダメだった。だってカー君がいっぱいいたら偽物はもっといらないじゃん。いらないじゃん。ダメダメ、そんなの作っちゃう。ダメ。いやでもね、ずっと生きてたらね、科学技術も発達してね、面白いものいっぱい出てくるんですよ。そうだよね。だから長く生きてた方がいろんなもん見れるし、そうだよ。その分嫌な思いもするだろうけど、いいもんもいっぱい見れるんですよ。だよね。それにね、このまま寿命してたら僕らこち亀の最終回読まずに死んじゃいますよ。とにかく大丈夫だよ、大丈夫だよ、多分大丈夫かな。じゃあなんだろう、アンパンマンの最終回見れずに俺たち死んじゃうぜ、このまま。いやだって、たかし先生よりも長生きできないの。いや、あのアニメはずっと続いていくじゃないですか。そうか、変わってね。僕らはどうせあのアニメはずっと続いてるから、僕ら死んじゃったらアンパンマンがどんなに好きでも最終回がどんな風に終わるか知らずに死んじゃう。そうだ、そんなの見たいけどね、確かに。歌舞伎にとってはこんな辛いことはないですよ。ないね。ないよ、そんな場合は。見なくていい場合なんかないよ。寝ちゃって見逃したみたいな最初から。それ元の問題じゃないですか。それ自分の問題ですよ。どういうこと？じゃあその漫画が進めてエンディングが目だったら、そういうことね、夢落ちってことね。いやだね、でもね、とりあえずそのやっぱりその僕たちのみんなが僕たちの寿命に合わせてものづくりしてるわけじゃないですから、なんかそれが僕たち死んだ後どうなるのかなとか、僕ウルトラマンとか好きなんですけど、あれもずっと続くじゃないですか。こんなにマニアなのに、自分が死んだ後一番も見れないウルトラマンが始まっちゃうとか思うと、もう心苦しい。俺が死ぬか人類が絶滅するかにしてくれよってこと。その前に12月22日で世紀末を迎えるかもしれないしね。あ、小一さんしか信じてないですよ、そんな。あ、でもほら、輪廻転生って言って、もしかして生まれ変わったら超美少女に生まれ変わるかもしれないですよ。いや、嬉しくないし。なんで？なんで美少女？そうだよね。新しい人生。そうだ、この気持ち悪い顔から脱出できんだよ。いや。そしたら人生変わるもんね。さっきも言ったけど、みんなが永遠に生きてれば価値観って絶対変わるから、誰でもモテるように多分なるのよ。でもその輪廻転生っていうのがあるんであれば、そっちの方がいいね。そうですよ。え、日野さんは生まれ変わっても日野誠になりたくないんすか。前に日野誠のままでいたいって言ったじゃないですか。痛いって言ったわ。そう、ゴールドなんだ。そうだよ、ごめんね。でも大丈夫、3000年も生きてたら考えは変わるから。変わるか。だから大丈夫。大丈夫。よしよしよし。中国3000年の歴史と申します。あ、関係ある。関係ないけど。喋ろうか、ゆりんこ喋ろうか。ゆりんこ喋ってないよ、喋ろうか。なんかある意見。小谷さんどうですかね。ゆりんこはずっと生きる。ずっと生きる。生きてくれ、生きてくれ。うん。このまんまだったら生きたいんだよね。そう、なんかね、よく怪我とかするの、車に轢かれたりとかね。そう、3回骨折してるのね。だから、まあそういうのも治るんだったら、まあずっと生きたい。あとこのままでいいでしょ。このままで、このままで満足ですか。うん、ちょっと嫌なとこもあるけど。まあでももうちょっと若返りたいよね、おばちゃんだからね。もうちょ、何、何でもない、何でもない、何でもない、もうちょっとね、もうちょっとね。とりあえずね、時間にも限りがあるということで、
はい、はい、皆さんそれぞれの意見をね、うん、って言った結果ですね、うん、なんとなく2対4な感じなんですよ、うん、私もね、そうだね、よくよく考えてみたらね、どう変わった、ちょっと行きたいなっていう気持ちがないでしょ、行きたいでしょ、でしょ、最初は短く太くと思ったんですけど、行けるんだったら行きたいですよ、そうだよ、行けよ行けよ、そうだよ、こんなブサイクチームにいる、うん、いることないよ、ミスラさん、行きたいですよ、行きたいですよ、ね、こっちこっち来た方がいい、こんな、こんな、インタケさんだけ死ねばいいんですよ、そうなんだよ、インタケさん来月10回、10回行け、10回、この人間クズ、お前クズ、クズ、尾崎とか、尾崎豊が好きだけど、好きだけど尾崎豊が太く長く、あ、そうね、尾崎はまだ生きたらもっと素敵な歌を私たちに提供する、そうだ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 そっちだそっちだこ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 っちだ、絶対生きてたのが得なんですよ、絶対絶対やっぱ生きたいよ、そうだよ、だってまだまだやりたいことあるもんだね、はい、中澤さん締めてください、あ、芸人でかっこいいのもう舞台で死ぬ、じゃあお前は死ねってよ、もう、はい、残念ながら番組の時間は不老不死じゃないんで、さあ限られてるんですね、もう時間はない、あ、そうだね、時間なので、はい、ということで、やっぱり人間は永遠に生きられるもんなら生きてた方がいいということで、みんな頑張って不老不死になりたいということで、科学者の皆さん頑張ってください、よろしくお願いします、あと健康管理も大事だけどね、そうですね、そうだね、最後にまさかなんでそんなことを、いや、ちょっとまた新しい科学の力で、科学の力に頼らず、不老不死から急にうがい手洗いみたいな、自分でうがい手洗いから始めよう、まあ、不老不死の技術が開発されるまでとりあえず健康にね、気をつけましょう、はい、はい、ということで、はい、プロ、武者生浅田は文化人徹底討論でした、せーの、ラフ&ピース del mar, estás pensando en mí, porque no eres feliz así. Tocmalí, cerrando lo que yo sentí. Y el... どうも、ビート兄弟の お時間になりました。お時間になりました。どうも、ビート兄弟の。ビート、光一です。ビート、たけしです。いいんですか、まあ、いつものことですね。さあ、どうぞ。あのですね、今日はですね、あの、ちょっと V があるんで、VTR があるんで、それちょっと、見てください。お願いします。では、な、V、スタート。僕らの ビート第1回ゲストは山崎美優さんです。果たして どんな話が飛びますでしょうか。見てください。こちらのビート光一さん、ビート光一さん、はい、で、僕ビート、アルセン、ビート、はい、で、こちらがビート、たけしビート、たけしはい、お願いします。さんは何をされてるんですか。あ、はい、私なんですけれども、はい、あの同じあの、ね、カップルの中で実は番組やらせてもらってまして、はい、ちなみに何ていうタイトル。フィリピンナウっていう番組と、フィリピンナウ、フィリピンナウ、フィリピンナウ、日本人なのにフィリピンナウっていう、はい、はい、はい、フィリピンの方ではないですね、はい、全然日本人で埼玉県 100% なんですけれども、埼玉県 100% ですね、フィリピンってどういう番組なんですか。そうですね、結構フィリピンの方の
その日本のタレントさんですもんね。そうね。でフィリピンに詳しいわけじゃないですもんね。あ、フィリピンも絶賛勉強中。あ、勉強中。はい。でもあの番組やるまではフィリピンあんま興味なかったんですけども、もうやるとね、あの楽しかったんで。はい。はい。で、もともとじゃなんかそういう MC とかをしてたんですよね。MC っていうか。コメンテーターみたいな。いや、あのモデル だったっていう言い方もおかしいんですけど、今もやってるんですけれども、はい、どう見てもモデルになるんですけど、ありがたい、こんなに足を出していただいて、はい、じゃあ今やってるのがその番組の、まあ、コメンテーターみたいな仕事と、はい、あとモデルさんと、はい、歌などを歌って歌ね、これからねやっていきたいなとは思ってます。じゃあもう恋愛も歌をね、はい、かけたらいいなと思うんで、あそうまあミュージシャンですからね、はい、ぜひ。なのでそのなんか今までの恋愛体験で、うん、なんかちょっと辛かったこととかを聞けたらいいなと思うんですよ、はい、辛い恋愛体験、はい、男性との交友関係かなんかで、はい、ちょっとこう際どい話とかがあったら。際どい話、はい、お仕事、はい、まあ、業界の方じゃないんですけど、はいはい、仕事関係で知り合って、はいはい、で意気投合して、はい、でじゃあお仕事頼むよって言われて、 あ、 ありがとうございます、はい、じゃあマネージャーと打ち合わせ行きますって言って、はい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 、マネージャーと、はい、あの打ち合わせ行って、はい、で、はい、それで、はい、あのマネージャーがご飯を行った隙に、はい、あご飯じゃない、あのトイレに行った隙に、トイレに、はい、はい、部屋用意してあるんだよね。いやいや、用意してやるなんて、いやじゃあもうそれは仕事とは別にってことですよね、もちろん。なんですかね。でしょうね、なんとも言えないですけど、でもその方は全然好感持てる方なんです。すごくいい方で、はい、全然じゃあお付き合いしようって話にはならなかったんですよ。だってね、会ってすぐそれになっちゃったらやっぱりあれ井上さんも結構そんなゆっくり時間かけるタイプ。あと次の日すぐに。あと次の日。一緒に、はい、ドライブ行ったりするじゃないですか。はいはい、で、あの普段はすごくジェントルマンで、はい、すごくあの優しい方で、はい、もうね、あのなんか男気あふれるね、はい、もういい方なんですけども、はい、なんか一回ハンドルを握ると。はい、なんかね、オラババーとか言ってちょっと待ってください、それ危なくないで、ね、はい、そう、はい、子供信号点滅してた時は渡っちゃねえみたいな人変わっちゃったみたいな。あのすいません、人変わってるけど、うん、今いいこと言ってましたよ。まあまあまあ確かにそうなんですけれども、はいはいはい、なんかお仕事をしてて、はい、ちょっとこうきつい仕事とかもあるじゃないですか、こういうことやってたら。そうですね、はい、はい、レースクイーンをやらせていただいた時期がありまして、今はあまりないんですけど、チーム的に、はい、あのハイレグが好きなチーム。あー、ね、確かにね、うん、いるとちょっとテンション上がりますよ ね、あの今というか最近だと、はい、セパレートとかが、ね、はい、あの主な募集だったんですけど、ね、その中でハイレグっていう。ハイレグですよ、ね、バブルの時聞いた以来ですよね。そんな感じがするんですけど、またカッティングがすごいエグくって、こう普通あのなんだろう、三角形、はい、手がね手がね、ちょっとね、はいはい、三角形なんですけど、はい、こう、はい、内側に
いろんなチェックがあって、そうですよね、それはチェックしないと、そうですね、ね、取りこぼしがあるかもしれない、そうですね、そういう時も細心の注意を払って辛かったってわけじゃないんですけど、あの精神的に、はい、でも楽しんでるから、ね、仕事的には、それでは皆さんに先ほどの話を聞いて作らせていただいたのが、はい、歌詞となります、はい、そんなに詳しくないけれど、フィリピンの番組やってます、モデルに MC レッスン、まぶたと股間のアイライン、ハンドル握れば性格変わる男よ、出会って2回ですぐに部屋に誘われた、際どいのは股上と男関係、いかがだったでしょうか。いかがでしたかね。僕らのビート、ね、新コーナーですけどね。さあ今日からね、こんな感じで続けて、一枚のね、アルバムを作るためにね、そうですね、はい、どんどん曲作っていきますんでね、これからもよろしくお願いします。どうもお願いします。さあこの後はハロウィンマジックショータイムでございます。ね、お楽しみください。では CM。CM。どうぞ。どうぞ。みどり、あきら、東京妄想局。
もありがとうございました。前々回に引き続きましてね、今回マジックショーやらせていただきました。鳩出ましたね。もしマジックショーを見た記念に後でこの鳩と写真でも撮ってみたいなぁなどと思ったお客様いましたら、後ほど1000円で受け付けておりますので、あ、嘘ですよ、今日無料ですからね、後ほどの交流会の時に声をかけていただけたらと思います。さあ今回はね、ハロウィンということでございますので、ちょっとね、今回は大掛かりなマジックをご用意いたしました。こちらご覧くださいませ。ハロウィン仕様のこれは棺ですね。非常に縁起が悪く怖いんですが、こちらを使った、あ、じゃあ鳩は光一君に持っといてもらいましょう。前に座って見てますからね。はい、では今からこの棺を使った非常に怖いイリュージョンマジックをご覧いただきたいと思います。さあ皆さんお楽しみいただきましょう。それではミュージックスタート。ハロウィンイリュージョン。
い、どうもありがとうございました。ということで、皆さん出てきていただけますでしょうか。お願いいたします。はい、ということで、これ私マイク入ってますかね。大丈夫かな。一応大丈夫なことにしておきましょう。はい、ありがとうございました。ゆりんこ大丈夫だった、はい、ええー、みんな心配してた。万が一の場合、今日お医者さんがいるから、ねえ、中でどんな格好だったか今やってみて。どんな不思議な格好だったか教えて、ね、どんなブリッジしてたかやってみて。やってないやってない、ねえねえ、ブリッジはやってませんけどね。すごい大股開いてたに決まってるよ、はい、やってみて。さあ、ということでね、ハロウィンちなんでですね、今日はイリュージョンマジックをご覧いただきました。石田さん、これいくらしたのか教えて、うん、うわー、そういう問題ですか。これしかね、考えられなかったの、うん、ちょっと入ってみる。刺しまくりだもん、入ってみる。うわー、じゃあ終わったら本当に刺してくる、本当に全部バラす、私本物の剣でね。はい、全部バラすよ。さあ、じゃあね、このままクイズコーナー、なんか、はい、広さんチャック入ってますけど、はい、クイズコーナー行きましょう。じゃあこれあっちの方に動かしますので、はい、ではクイズコーナー、めとこちゃんとひどさんに司会の方引き続きよろしくお願いいたします。司会やります。いやー、やってきましたね。やってきましたね。今回もガチマックスね。常識問題をね、これから出していきたいと思うんですけど、あれ、ここの人たちが常識なんて分かるとは思わないんですけど、僕もそう思う。でもね、なんか上の人がやれって言うからしょうがなくやってるだけ。上の人の命令は絶対。本日もお祭りの時間が始まりました。はい、前回大好評に続きましてですね、大好評だったね、はい、今回もガチマックスということでね、行きたいと思いますけども、行ってみたいと思います。はい、今回も、はい、5問今から、回答者の方にですね、クイズを出します。はい、どれもこれも小学生が分かるような常識問題だと思う。それに答えていただいて、一番成績の悪かった、これ何ですか、これ。ちょっと何やってんの、なんで、なんのぐらい一番成績の2チャンネルに書き込んで、ミステラーセクハラ、まだうわぁ、こら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 、一番成績の悪かったから勝った、こら、勝んじゃった、悪かった方に罰ゲームということになっておりますのでね、はい、ぜひともね、皆さん、私これ全部一人でやるんだけど、これ回していただいてね、はい、いただきたいと思いますよ。マイク引っ掛けないように気をつけてくださいね。ねえねえ、日野さん、日野さん、うん、はい、ペンもあります。なんだい、めとこちゃん。そもそも、うん、ああやってセクハラをする人に常識なんてかさ、かた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 、大丈夫か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 、ギー、ギー、ギー、はい、語れるのかしら。また茶番が始まりましたよ。どうだろうね、はい、まあ、このようにね、ホワイトボードを回していただいている間にお二人の素晴らしいコントが見れるというこういうコーナーとなっておりますね。かぶるんだよね、はい、会話がかぶるよな。なんかさ、聞こえるとこでは言えないけどさ、なんか愚痴になっちゃうから言えないけど、思いっきり言ってる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 。さあ、じゃあ時間にも限りございますのでね、じゃんじゃん行きたいと思います。あの派手な素人な、画面の方にクイズが出ますのでお答えいただきましょうということで、なんか進めてるのが違うんですよ。なんか今日やったら変わるんですけど。いや、ちょっと待って、狭いのね、狭いのね。前出たいんだけど出れないっていうね。なんかすごい、すごい、はい、あ、出ればよね。まあ出ないでいいね。それでは第1問。はい、じゃあ第1問いきましょう。いつのここにすごいバカな子がいたよ。いつの初代教えてあげて、初代って初代っていうのは、うん、一番初めってこと、うん、つまり、うん、アーノルド・シュワルツネガーじゃないってこと、うん、そういうこと、うん、あ、最近じゃなくて、うん、そうだよ、そう、はい、そう、オバマ大統領じゃなくて、うん、はい、視聴者の方もね、どんどん書き込みの方をお願いしたいと思います。楽しかったね。はい、
伊谷さん何回かけ直してるんですか。さあできたかな。できたに決まってる、うん、何がかけたかな、何がかけたかな、でれれれんでんでれれれれれ、はい、出して、はい、出して、まだ皆さんかけてないように。おい何やってんだよまだ。おいどっち。じゃあできた方から出しましょうか。はい、よしよし。じゃあ小市さんからデデン。はい、ジョージ・ワシントン。あれそっちか、うん、あれそっちかという声が出ましたよ。そっち、どっちなんでしょう。そっち、詳しく出ましたね。どっち、どこ、どっち、あっち、あっち、こっち、どっち、どっち、はい次、はい怖い怖い、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、デデン、ジャックウィルソン。惜しい、惜しいな、惜しい、ニアピン賞だな。そっか、わかる、まだわかんないよ。そっか、正解かもしれないよ。そっか、さっきのヒントに惑わされちゃったんだ。そうだ、絶対そうだ。あのキチガイかわいそう、かわいそう。やばい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 。はい、出ました。じゃあ次行きましょう。さあ、はい、はい、続いてのキチガイどうぞ。常識あるんで、ちょっと被っちゃった。ワシントン、ワシントン、ワシントンかリンカーンで悩んだ。ほい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 、わかるわかる。あああああああ、取れてる取れてる。危ない危ない危ないよ、うなずきすぎだよ。でもわかるよ、うん、その頑張りが一番素敵だから。伝わっただろう、うん、俺もメトコのこと大好きだよ。はい、じゃあ向井さんのね、かけたようなので出していただきましょう。私、あれ、はい、あれ出すよ、終わりですよ。じゃあ次、小谷さん行きましょう。はい、せーの、ブッシュさん。ブッシュ、ブッシュ来てます、かなり来てますね。さっきね、楽屋で聞いたんだけど、私見た目バカそうに見えるけど、うん、実は本当はすごく頭がいいのって言ってたんだよ、さっき。じゃあ当たりなんじゃない。じゃあ当たりだ、これ当たりかもしれないよ。当たりかもしれない。そうだよ。そっか、じゃあ答え見てみようか。はい、答えは画面で出るんですかね。はい、せーの、出ない。出ないですか。出ない、はい、出ないそうなので。はい、答えは私の方から申し上げます。はい、私が申し上げましょう。司会者が答えしろ。答えはですね、はい、ジョージ・ワシントン。イエーイ、そう、消えた、合ってたのに消された。消えたね。ということで、インタケさんが外れてしまいましたね。チャックウィルさん惜しかったですね。惜しかったね。惜しかったですね。あとブシュさん、これが、ね、合ってた。これが、外れということですね。はい、残念でした。ヒロさん聞いて。うん、なにどうしたどうした。なんと。うん、縁も竹縄ですが、うんうんうん、次で最後の問題になりました。ラスト問題になりました。あと4問ある予定だったんですよ。あと4問ある予定。このペースいっちゃっていいですか。じゃあ創作パターンいきましょう。 MC の経験で最後にしましょう。はい、はい、では最後の問題は、最終問題はね、なんと1万点が入るのだ。1万点だって。やったー、頑張ってね。はい、1万点目指して頑張りましょう。じゃあ次の、クイズの方お願いいたします。次は何ですか。せーの、ベベーン、日本で一番長い川は。日本で、これはちょっと難しいですね。世界で一番長い川。ヒント、ヒントはね、こんな感じ。何それ、わかるわかる。こんな感じでしょ。大丈夫なのだ。泳いでる泳いでる。泳いでたでしょ、うん、泳いでた。すごい雰囲気出てたでしょ。出てたじゃあ誠もやってみて。わー、川の中にいるやつだ。あの日本で一番長い川の中にいるやつや。いるやつやで。もうこれ以上は言えないよね。パラダイス銀河の天の川にはないやつやで。あ、それは銀河で何番目に長いの、うんうん、パラダイス銀河に比べたら150万番目に長いかな。あ、なんか150何番目なんだ、うんうん、なんだ、わかんないよ。
わいいなお前。お父さんが悪かった。お父さんが、お父さん、私を置いてどこに行ってたのよ。すまなかった。会社の事業が失敗して借金まみれになってしまってな。すまんな。あなた、ここに、ここにあなたの子が、お父さんの子が。メトコ、これ最後まで待ってればいい。最後まで待ってた。
お尻にクラッカーをお尻はいいのパンパンとやって、その後最後カメラに変顔していただきましょうか。変顔カメラお尻がどんなになっちゃったかカメラに見せる。カメラに見せる、はい、え、それいいのいいの。そうしましょう。じゃあメトコちゃんは右のビーチク狙うね。うわおじゃあ当然俺は、さんは左のビーチクやるぜ。よーし。そして何このすごい恥ずかしい罰ゲーム。よーし。インタケさん、インタケさん、かばうなら今だよ。よーし。ユリンコをかばうなら今なんやで、男見せる時やで。あーやっちゃった。嫌いじゃないみたいですね。意外と。それでは最後、インタケさんに締めていただきましょう。おい、今のお気持ちはどうですか。気持ちいい。はい、どうも気持ちいいということで、はい、なんとかクリス大会でした。身代わりに受けていただいたということで、はい、なんで優しい男前なんだ。さあね、はい、ということで、はい、常識勝ちマックスでした。イエーイ。はい、ということでね、この、はい、舞台の無法地帯、はい、もうね、非常識ということでね、はい、楽しくやってまいりましたけども、はい、もう時間の方がね、さあ、エンディングです。開きの時間となってしまいました。やだ、楽しみだって、あっという間だね。はい、11月2日3日に主催ライブをやる。1日目が2日がトークライブで、3日がネタライブということですね。はい、わかりました。よくわかりました。はい、ありがとうございます。絶対行くよ。はい、ぜひインタケさんのブログを見てください。はい、次に告知ある方。はい、はい、小谷さんあります。はい、小谷ゆりです。はい、知ってますよ。明日、明日葛飾 FM のラジオにゲストで出演しますので、スマホでも聞けるらしいので聞いてください。あとライブもいっぱいやってるので、アメブロでコタニユリで検索をしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。俺も告知とこかな。はい、どうぞ。なんかあんの。大好きか。まあ、うちの事務所の後輩の告知になっちゃうんだけど、まあ今日から月9、お俺の後輩の木村拓哉っていうのが出てるから、見てね。見てね。じゃあな。はい、いいですね。はい、ありがとうございました。ジャニーズに貢献して。はいはい、僕はよし。はい、じゃあ締めますよね。はい、終わり。終わりだよ。はい、じゃあ小石さんお願いします。早く、今すぐ早く。さあ、次回はですね、11月の27日、はい、8時から生放送でございます。はい、次回もお楽しみください。それではいきます、最後、ラフ&ビーバイバイ。バイバイ。うわー、バイバイ。バイバイ。まるで夢の続きのよう。